はい、こんな感じで明るいところの色がだいたい同じになるようにして、できていない重要なポイントが一つあるって言ったんですが、それは影の説得力。同じような観点で光が上から当たってる。なのでこの辺がしっかり明るくならないといけないんですね。皆さんこんにちは、お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回はスポロンさんのこちらのイラスト、プロセカの桐谷遥香ちゃんのファンアートを添削したいと思います。で、添削の前にちょっとねお知らせがありまして、この度なんとやきまえるの初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣の発売が決定しました。こちらの本、絵が上手くなる人は一体何をやってるのかっていうのを全部ねギュって詰め込んだ本になっています。絵が上手くなりたいっていう人はぜひね読んでください。 Amazon だと限定特典として表紙イラストの PSD データがついてきますので、概要欄のリンクからご確認ください。それではね、早速添削をやっていきましょう。メッセージをいただいてまして、7月からイラストを描き始めて、今回初めて色塗りまで完成させることができました。光が上から当たっている感じで陰影をつけてみたのですが、服の影のつけ方がいまいちわからなく、色をどんどん重ねた結果垢抜けない感じになってしまいました。他にも手だったり、とにかく影をつけるところが全くわかりません。透け感を出したままいい感じに影を描くコツが知りたいです。他にもおかしな点がありましたら添削お願いしますとのことなんですが、まずね最初に言いたいのが、1ヶ月でこれだけ描けたらもうめちゃくちゃすごいです。ぶっちゃけ将来がね末恐ろしいです。それに影のつけ方も悩んでるって言ってるけど、考え方はねかなりいいと思います。ちゃんと光源を考えて、上から光が落ちているからここが明るい、そういうのをね立体的に捉えられてると思います。それにちゃんとね手とかも多分ねこれ絶対に資料を見て描いてるんですよ。もうそういうところからすごく考えながら描いてたんだなっていうのがこの絵からは伝わってきます。考えながら絵が描ける人は伸びるので、この調子でねどんどん続けていってください。ただまだ始めたばかりなので気になるところはもちろんありますので、まずはねそこをチェックしつつ、影の塗りも意識できていない重要なポイントがね一つあるので、今回はねそこをバッチリ紹介していきたいと思います。まずはじめに全体的にざっとね気になるところを見ていきましょう。で、今回こちらねファンアートなんですけど、ファンアートを描くときはやっぱり元のキャラクターへのリスペクトっていうのがいろいろとね必要になってきます。なのでまず最初に公式のはるかちゃんを見ながら手直ししていきましょう。はい、こちらが公式のはるかちゃんです。そしてイラストの方はねちょっとエフェクトがかかっちゃってるので、エフェクトがかかってない絵も送ってもらってるので、そちらをベースに手直ししていきたいと思います。で、まず公式のはるかちゃんと見比べて気になるところは髪の色です。こちらのイラスト暗がりでのね場面なので全体的に暗くなるのは合ってるんですが、こちらの光が当たっているところ、ここは公式の光が当たっているところと同じぐらい明るくていいと思います。なので光が当たっているところが同じぐらいの色になるようにまずは調整していきましょう。はい、こんな感じで明るいところの色がだいたい同じになるようにして、暗いところの色が暗いところの色とだいたい同じになるように調整しました。で、他にもこの光とね似たような光を加えてみたり、細かい光や細かい影を追加してみました。これだけでかなり印象が近づいたんじゃないでしょうか。で、次に直していくのは輪郭です。こちらのイラスト見ていただくとわかるんですが、かなりね小顔でシュッとした顎の印象になっています。スポロンさんのイラストは顎が少しね横にぼってりと広がってしまっている印象があるので、ここを少し直していきたいと思います。
顎の位置が少し上がったので、これに合わせて口角もね少し上げていきたいと思います。はい、こちらの顎をねシュッとさせて、こんな感じになりました。で、次に目もね少し直していきましょう。で、目なんですが、こういった真正面向きの上目遣いの時の目の描き方のコツがありますので、今回はそこをバッチリ紹介していきたいと思います。で、目なんですけど、まずねちょっと直していく前に、目の色がね髪の毛と同じようにかなりね印象が違うものになっちゃってるので、そこをね合わせていきたいと思います。はい、こんな感じで目の色を合わせてみました。そしたら、先ほど言っていた真正面を向いていて上目遣いのキャラクターの目の描き方のコツなんですが、真正面を向いてる時は結構目がね吊り目になります。で、もともと吊り目なので、結構ねそれよりももうちょっとしっかりと吊り目にしちゃっていいんじゃないかなと思います。で、次のポイントは寄り目です。結構こういう真正面を向いていて上目遣いのイラストの場合、目を寄り目がちにしちゃっていいと思います。で、最後のポイントが白目です。上目遣いになっているので、下の白目っていうのをしっかり見せることによって、より上目遣いが強調できると思います。それではこの3点を意識して少しね変えていきたいと思います。はい、こんな感じに手直ししてみました。前のイラストよりもこんな感じで上目遣い感がアップしたんじゃないかなと思います。少しバランスも修正していきましょう。はい、そしたら次は背景をね見ていきたいなって思います。こちらのイラスト、背景がねものすごくもったいないんですよ。白黒にしてみると分かりやすいんですが、こちらのイラスト、背景の色と髪の暗い部分の色、そして服のね色が全体的に同じぐらいのね明度になっちゃっています。で、色も全体的にくすんだ色が多いので、その結果背景とキャラクターの境界が分かりづらくなっていて、キャラクターが目立たないイラストになっちゃってるんです。ですので、この白黒にした時、この白黒にした時の色の違いっていうのをねしっかりつけていってみようと思います。はい、こんな感じで背景を思い切ってかなりね暗い色にしてみました。で、こちらの元のイラストなんですけど、こう背景にね光が当たってる線があるんですが、せっかくならスポットライトをね浴びてるような感じに変えていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。顔の周りを思いっきり暗くすることによって、この顔の部分との色の差を前よりもね強くして、洋服が黒いので洋服のあたりにこう綺麗にねスポットライトの光の背景が来るようにして、色の差をしっかりねつけるようにしてみました。一番最初の状態に比べて背景とのねキャラクターの明暗差っていうのが強くついたんじゃないかなと思います。個人的にはもうちょっと髪を明るくしてもいいかなと思うので、少し直していきましょう。はい、で、ちょっとね背景が寂しいのでエフェクトを足していきたいと思います。スポットライトが当たってる時のエフェクトといえばホコリです。舞うホコリにライトが当たってキラキラねするんですよね。それを少し加えていきたいと思います。はい、こんな感じで少しね周りにホコリのキラキラを加えるだけで、かなりねイラストの印象が良くなったかなと思います。はい、そうしたらですね、ようやくなんですが、スポロンさんが気にしていた洋服の影の塗り方を見ていきましょう。で、最初に言っていたスポロンさんが意識できていない重要なポイントが一つあるって言ったんですが、それは
影の説得力です。肩周りの影を見ていきましょう。まずこちらの肩の装飾のところのね、影を見ていくと、ここに影が引いてあります。で、襟の部分を見るとここに影が引いてあります。そしてシャツの部分を見るとここに影が引いてあります。で、ここはここで、ここはこうとなってるんですが、ここに描くべき大きな影っていうのはこの顔の影なんですよね。なんですが、この下にある影をつなげてみると、こう顔の形とは到底言えないね、影になっちゃってるんです。なので、ちゃんとこの影が下に落ちてるっていう影が服に描かれるようにするといいと思います。で、その時ね、髪がこうで顔がこうだからどんな影っていう風に考えてもいいんですが、ちょっとそれだと難しいので、シンプルにこの顔の丸、この顔の丸が下に影が落ちてるんで、こんな感じかな、こんな感じに影がかかるようにしていきます。はい、こんな感じでね、影をシンプルにこのラインでひとまとめにしてみました。これだけでなんとなくそれっぽいところに色を塗ってるなって感じになっちゃってる影がかなりはっきりとしたものになったんじゃないかなって思います。これを意識して、今度はこの胸から下のラインをしっかりとね、暗くしていきたいなって思います。胸がね、あまり大きくないキャラクターでも、これだけね、前かがみになってるようなポーズであれば、このあたりはしっかり影になるはずなので、しっかりとね、影を塗っていきたいと思います。そしてスポロンさんが悩んでいた手のね、塗りなんですけど、これも同じような観点で光が上から当たってる、なのでこの辺がしっかり明るくならないといけないんですね。なんですが、今なっていないので、そこを直していきたいと思います。全体的にスポットライトが当たっているにしては、肌の色が少しね、暗くなっちゃってるかなと思うので、全体的に強めの光を入れていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。そしたら最後に全体的にライティングを強めていきたいと思います。はい、気持ち、ライティングを強めてみました。このように影をつける場所、つけない場所がはっきりしてなかった状態を、このように影をつける場所、つけない場所をはっきりさせることによって立体感が出て、はるかちゃんがここにいるんだ、存在してるんだっていう感じが出たんじゃないかなと思います。影をつけるときはこのように大きな影をね、しっかり意識して、その上で今回ね、そこまで手は入れないんですけど、こういう一つ一つのパーツにある細かい影っていうのを描いていくっていう塗り方がいいんじゃないかなと思います。大きな影が落ちている場所をこうやってね、揃えていくっていうのを意識してみてください。はい、ということで今回の添削は以上になります。まず最初に顔を整えていきました。原作のようにしっかり合わせていくっていうところがポイントでしたね。また真正面を向いている時の上目遣いの目の描き方のコツも紹介しました。で、次はこのように背景を変えました。キャラクターと背景の色の差をつけてキャラクターを目立たせるのと、エフェクトを足して単調なイメージを減らしました。そして最後に明暗を整えていきました。大きな影のラインを揃えるっていうのがポイントです。皆さんもぜひ今回紹介した内容を意識してイラストを描いてみてください。ヤキマイルのお絵かきチャンネルでは添削してほしいイラストを募集しています。概要欄の内容を確認してどしどし応募してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではな、なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が発売決定です。ぜひゲットしてください。またこの動画が役に立ったっていう方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。